チャルビデオ24が始まりました。今回より、新シリーズ、ふるさとシリーズをお届けします。鳥取県の人気スポットなどを紹介します。今回は、風と桜でご案内します。鳥取県出身の漫画家の作品は、たくさんありますが、中でも、名探偵コナンや、ゲゲゲの鬼太郎が、有名です。桜さん、知っていますか？はい、テレビアニメで、よく見ました。大好きです。今回は、名探偵コナンの作者、青山剛昌さんのふるさと、鳥取県東白郡、北栄町にある、青山剛昌ふるさと館や、コナン通りなどの、紹介をします。まだ行ったことがないので、楽しみです。風さんお願いします。鳥取市の玄関口、鳥取砂丘コナン空港の入り口や駐車場で、名探偵コナンに、登場するキャラクターたちが出迎えしてくれます。空港内でもオブジェやトリックアートが楽しめます。空港から国道9号線を車で40分ほど行くと、道の駅、大栄があります。ここにはブロンズ像があります。裏手に、青山剛昌ふるさと館があります。4月22日の映像ですが、新型コロナの影響で閉館中でした。ですので、外観だけの紹介です。館内には、実際に漫画を描いている、仕事部屋の様子を見ることができます。また、作中に登場する発明品など、ここにしかない展示物がたくさんあります。早く再開されることを願っています。入り口前では、アガサ博士が愛車に乗って待っています。さて、JR 山陰線、湖南駅から、青山剛昌ふるさと館までの、おおよそ 1.3 キロを、湖南通りと言います。車で湖南駅に向かってみます。途中、眠りの小五郎や、米花商店街、湖南大橋があります。米花商店街には、アニメのシーンによく登場する、工藤新一の家や、喫茶ポアロがあります。湖南駅に着きました。少年探偵団のちびっこが迎えてくれます。今まで出版されたコミックのモニュメントや、マンホールが湖南通り沿いに次々と置かれています。世界中で人気のある名探偵コナンを、ふるさとから応援し続けたいと思います。これで、紹介を終わります。コロナの影響で閉館中だったことが残念でしたが、私も行ってみたいと思います。一緒に行きましょう。これからも、ふるさとシリーズを、お届けしていきますね。チャンネル登録もよろしくお願いします。